今回はお布施の投げ銭メッセージに回答していきます。今回も堀口秀俊くんに関する長文が複数届いています。31キロ様、高額投げ銭ありがとうございます。レイヤ様、こんばんは。本日は堀口くんの就職応援キャンペーン、今後のキャリアを考えていきたいと思います。1実家のクリニックの事務として働く、ご両親との関係が良好なら一番楽な方法、医師と結婚して、お父様のクリニックを継いでもらう。確かにそれは良い考えですね。うまくいけば万事解決です。しかし医師と結婚するのが難しい。難しくない、もろちん、可能性はゼロではないですけれども、医者になるようなお嬢様なら、他のところで働くのではないでしょうか。2実家のクリニックを継ぐため、医師を目指す、医学部ということであれば難易度が極端に跳ね上がるが、歯学部であれば入学できる可能性がある。ただ、歯科医師は年収の格差が激しい。というか訓告を食らった時点で、こうするべきだったのではないでしょうか。今からでも義理遅くないかもしれませんが、そもそも他人と関わる仕事をするのは、向いていない気がするんですよね彼。研究職とかどうでしょうか。適当。3学歴不問の国家資格を取得して就職する、司法書士、税理士などを取得する、治療であればある程度の収入を得ることは可能、すねに傷がある場合取れるかどうか知らない。いっそのこと、弁護士とかどうですか、堀口くん、やけくそ。司法試験に合格して、カルピスの事務所で雇ってもらいましょうよ。それがいいです。4人手不足の業界に就職、介護、配送業、建設業などに就職する、就職できたとしてもすぐに辞めそうな気がす。5マグロ業、カニ業、逃げ場がないので、命がけで人間関係を学ぶことができる。マグロ業、カニ業は、一定期間船の上なので都営できない、つまり貯金ができる。実質的に密室のようなカニ漁船に、レジェンドが乗り合わせているなんて、他の乗組員は、一体どう思うのでしょうか。二重の意味で、乗組員は命がけですね。カニ漁船よりも建設業の方が、まだマシかもしれませんね。偏見かもしれませんが、めちゃめちゃハードなイメージあるんですけど、堀口くんは果たしてやっていけるのでしょうか。その前に、夏場の外仕事できるんですかね。6通訳、言語が得意、であれば、やってみるのもあり、ただし、営業力がないと仕事取れない。1にはあまり現実的ではないですね。4こはそもそも彼の中の選択肢にないだろうし、3、6あたりが現実的かもしれないですね。それではまたお手紙します。堀口くん、通訳とかどうですか。通訳にはランクがあって、一番下のランクなら、いや無理か、普通に就職するのは難しそうなので、ゲーム配信者とか、YouTuber とかが良いかもしれませんね。でも、せっかく見に来てくれた視聴者と、配信でレス場を繰り広げてそう、成功しているビジョンが思い浮かびません。まあ彼の人生なので、好きなようにすれば良いんじゃないっすかね。税理士は学歴必要でした。申し訳ありません。一応高卒でも税理士にはなれるみたいです。ただ難しいでしょうね。炎上系 YouTuber にでもなるとか、でも炎上の希望適度にコントロールできないと、燃え尽きてしまいそうで危険です。タンタンタヌキのマルンタマル様、高額投げ銭ありがとうございます。名前が汚すぎる、訴訟、あと金額も意味深すぎる、法廷で会おう。初レイヤーです。親族になって下ネタを披露するのがマナーと、理解してはいるのですが、無垢でピュアで清楚でイノセントで純朴なので、何も思いつきませんでした。大変申し訳ありません。いや、そんな名前で言われても、舐めてんのか、としか思いませんよね、普通。まずは自分の名前を見てみろよ。常日頃の4545で耳に馴染んでいる音声を、初レイヤーしてフレッシュマインドで、721でイクイクで、ウェルコムニーワールドオーダーも良いかと考えたのですが、レイヤー親族書士の方がどう見てもレベルが高く、何より感度3000倍になりそうな発言を、最初からオラッツブッなんだレイヤーお前泣いてんのか、ゲハハハハハするのもいかがなものかと考え、おとなしくお子様にも安心安全のメッセージと、させていただくことにしました。レイヤーさんの期待に応えられない、己の未熟を恥じるばかりです。ちょっと何言ってるかわからないですね。名前の時点でギリギリアウトだと思うのですが、いや当社費ではセーフでしょうか。いつかレイヤー親族の方々のように、MIDARANDOCHUDOCHUZUBUZUBU、できるように頑張りたいと思います。はぁ、袖かため息。いきなり何を言うとんねんお前は、ええ加減にせえよほんま、堀口秀俊関連のメッセージを見に来た人が、困惑していらっしゃる、自称レイヤーの親族の人たちみたいになってはいけませんよ、真似したらダメです、ろくな大人になりませんよ、B.S.個人的な経験として、物体に大型ナイフを突き立てたことが、何度かあるのですが、刃物を保持するにあたって、人間の握力というのは全く頼りにならず、唾がある場合でも絵を握っただけでは、どれだけ力を込めて握っていても、突き立てる勢いで、滑って怪我をしますので、これを折りたたみナイフでやった場合、手のひらを縫うレベルの、大怪我と出血をすることは間違いなく、仮に発作的に、液晶モニター等へ突き立てた場合は、周辺が丸まみれになり、病院で手術を受けることは確実であり、怪我をせずに突き立てたいならば、絵は軽く持ってナイフを保持するに止め、絵尻をお腹に押し当てて、身体前ぶつかる絵尻ハンマーなどで叩いて打ち込むなどの方法を取る必要があるという知見を共有しておきます。どうしたんだ、急に真面目な文章を書き始めて。
前半の文章との寒暖差で、ショック死するかと思ったわ。物体に大型ナイフを突き立てたことがあるって、なんちゅう経験してるんですか。危ないのでやめましょうねー。捨てる前の家電とかを、破壊したみたいな感じでしょうか。私はモニターをナイフで破壊したことがないので、いまいちピンときません。というか普通の人間は、包丁やカッターぐらいしか、刃物は使わないでしょう。皆様もが突する場合は、滑って怪我をしないよう、十分注意してくださいね。堀口くん、無傷だと良いのですが、物に当たる人はたまにいます。しかしイラッチが溜まると、ナイフで物を破壊する人は、なかなかいないよ。彼は一体どのようにして、モニターを破壊したのでしょうか。破壊風景の映像とかを投稿すれば、バズるかもしれませんよ。適当。くまくま様、高額投げ銭ありがとうございます。レイアーネキ、OHUSE ヤニキの皆様、お疲れ様でございます。ケツ穴ブラックホールと命名していただきました。くまくまです。歓喜の極み、超変態 M。ケツ穴ブラックホールと命名されて喜ぶなんて、こいつすげえ変態だぜ。なんとか言えよ変態。最初に、レイアーネキ、にはお礼を、前回の自分のガチで国語力ない文章、読み上げしていただきありがとうございました。高校の時、ほんと、テストで100点満点5点とかあった人なので、さてさて、1点気づいたことがありまして、トイレに行った際、気づいたのですよ。あ、レイアーネキに葬儀していただいたサボテン、トゲが、トゲが、新たなサボテン、飼育しなきゃですね、おすすめです。あと、重大な、修正点を指摘させてください。自分は坂井仁志みたく、イケメンではありません。ただのどこにでもいる、変態度 M おっさんです。ケツ穴ブラックホール装備。情報量が多すぎる。ちょっと待ってください。サボテンが刺さってるのに、気づくの遅くない。通覚を切っているなんて、サイボーグか何かでしょうか。すみません。いくらケツ穴ブラックホールだからといって、サボテンはやりすぎました。お詫びの印として、小林涼、煮るなり焼くなり好きにしていいですよ。すんません。ここから、ちょっと真面目に、堀口くん絡みで、あの手の人、自分が IT 過去に IT 土木やってた時もいましたが、あそこまできつくありませんが、個人の場合だと、謝ったら丸の病って類の人なのかな、って、思ったりもしました。ピクシブ百科からの引用すけど、格差を意識してる、学歴を意識しまくり、器や要件の狭い人間、昨今の吠えまくってるノートとか、どうなんでしょ、って感じに思います。間違ったことをした時は、すぐに謝った方がいい。これは子供の時に教えられるでしょうし、たとえ教えられなくても、これまでの経験則からほとんどの人は理解しているはずです。しかしたまに、謝れない大人がいるんですよね。例えば、やさぐれメタル師匠とか、富士おじとか、ガールズバーに強い弁護士とか、いやー地獄のようなメンツでしたね。とんでもない3名の名前を挙げてしまい、申し訳ありませんでした。あくまで個人であれば、上記のダブルコンボなのか、とも思えたりもしますが、裏にスポンサーみたいなのがついてるのかな、な感触もあったりするんですよね。まだまだ、堀口学が甘いですね。自分、むしろ、レイアーネキや、OHUSE ヤニキの皆様がお調べになった、内容の方が濃いですね。長くなりましたが、これくらいで、失礼したいと思います。そうそう、OHUSE 学は、郷に入っては郷に従いに従って、幾々円の下ネタにするのが文化だと、ずっと考えておりました。なので、今回は、あえて、変えてみましたので、行くよー。正体表したね。やめてください。最後に正体を表さないでください。堀口くんまでは行かなくても、彼に似たタイプの人間には、世の中に結構います。そんな人たちが堀口くんを見て、少しでも学習してくれれば、まだ救いはあるのですが、そういう人たちは学ばないんでしょうね多分。だって藤尾寺とかが、堀口秀俊くんを見て、俺はちゃんとしないといけないな、とかまず思わないですもん。バードヘッド様、高額投げ銭ありがとうございます。いつも動画投稿お疲れ様です。前回のレターからの続きになりますが、ワインに苦手意識のある自分に、おすすめの白ワインが届いたので飲んでみました。最初の口触りは渋みのなくいけるかも、と思ったんですが、その後のアルコール感が強くてちょっと飲めませんでした。ワイン初心者には白がおすすめです。特にお酒自体が苦手な人は、白の方がおすすめ。口に合わなかったようで、残念です。お酒は好みの部分が大きいので、いろいろ試して自分に合うのを見つけるしかないですね。動画で紹介しているワインは、飲みやすくていろんな人に受けそうなものを紹介しています。ラベルを見るとアルコール度数 10% だったのを見てなるほどと思い、炭酸割りを試したら当然少し味は薄くなりましたが程よく飲めました。積極的の飲もうとまではなりませんでしたが、ワインへの抵抗感がだいぶ薄れたような気がします。渋いのは多分ダメだけど。あーなるほど、炭酸割りですか。ワインの炭酸割りは私はあまりしないのですが、確かにかなり飲みやすくなるかもしれませんね。それは良い案だと思います。口に合わないワインだったら、とりあえず炭酸で割ってみると良いかもしれません。最初から炭酸が入っているスパークリングワインだと、割と飲みやすいものが多いですよ。お酒が苦手とのことなので、積極的に飲む必要はないかもしれませんが、スパークリングワインは飲みやすい割に、度数がめちゃくちゃ高いものもあるので注意です。ジュース感覚で飲んでいるとすぐ酔います。前回レターの後半の件、承知しました。ご検討を、レイヤーさんが動画で、換金できるような結果になることを祈ります。あの人はこれから、面白いことになりますよ。ぜひ見ててください。ああいうタイプの人は、ちょっと前代未聞かもしれませんね。私はいろいろなネットの炎上を見てきましたが、ああいうタイプを見るのは初めてかもしれません。世の中にはいろいろな人がいますね。
チートリ様、ありがとうございます。赤木レイヤー様、いつも楽しく視聴させていただいております。重役、すでにご存知かとは思いましたが、もし昇魂の糧になれば、と思い連絡させていただきました。諸事情により、メッセージの一部を省略させてもらいました。ご了承ください。いつも動画を見ていただき感謝です。一個前のメッセージと、同じ人物についての話題ですね。繰り返しになってしまい恐縮なのですが、この人は後で結構、とんでもないことになります。楽しみにしててくださいね。なんというか、表に出てきてはいけないタイプの人間ですよね。割合で言うと、人類全体の 0.1% 以下でしょうか。やめときなよ、と注意してくれる人が、彼の周りにいればよかったのですけれど、悲しいことですがもう完全に手遅れです。まあ堀口くんと同じく、自分で選んだ道ですから、せいぜい後悔しながら余生を過ごせば、良いんじゃないでしょうか。これ疑問だけど問題なかったね様。高額投げ銭ありがとうございます。レイヤーさん、こんにちは僕です。先日、栗の路上販売を見かけました。秋の味覚が楽しめるようになってきた、と感じる今日この頃ですが、レイヤーさんはいかがお過ごしですか？いや、あなたが栗とか言っても、もうその時点で下ネタとしか思えないんですけれども、もう何言っても、下ネタとしか思えないんで。お口チャックしててもらってもいいですか？あ、ついでにケツ穴もチャックでお願いします。僕はですね、おちんぎんのスーパー生絞りインオータム、実りの秋を先取り、レイヤーさんに届けたい、僕の特濃生絞り、いっぱい絞っていってねキャンペーン、がやってまいりました。やってきてしまいました。来ないぜ。いや、誰もお呼びではありませんので、頼むから帰ってください。出て行ってくれメンス。レイヤーさんは、クソで固め息するかもしれないですけど、こういうのは季節ものなので諦めも肝心ですよわら。それじゃ行くよー。なあ、お賃金の特濃生絞り、レイヤーさんにぶっまるまるるよー。ブリ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 ジュベベ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 ジュル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 ブリ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 はぁー袖固め息ためいい加減にしてください。ここはトイレではないんですよ。ここはお伏せするところです。汚しちゃってダメじゃないか。ちゃんとうんこはトイレでしろって、いつも言ってるだろうが。おん、どうしてくれるんですか一体。ケツで吸引して、今すぐきれいにしてくださいよ。永久期間、まあ今年はもう9月も終わりだというのに、異常なまでの暑さですから、暑さのあまり、おかしくなってしまったのかもしれませんね。いや、気温兄貴の場合、暑さとか関係ないか、元からこんな感じでしたもんね。さも、暑くなければまともな人、みたいな感じで語ってしまい、大変申し訳ございませんでした。秋空に、恋愛飛ばす、ちげじる。ふぅ、いい感じだぜ。追伸、ウィンターキャンペーンもあります。いや、ウィンターキャンペーンは勘弁してください。もうオータムキャンペーンが終わったので、今年はこれで終わりでいいじゃないですか。松本の花様、ありがとうございます。あれ、おめでとう、とうとう優勝が決まりましたね。私も祝杯あげてきます。こちら、9月14日のメッセージとなっております。なんと返信するのが9月28日になってしまいました。2週間後の返信となってしまったせいで、軽くタイムカプセルみたいになっていますね。いやー、半身やりましたね。今年は本当に強かったです。ようやったわほんま。苦しい時期もありましたが、シーズン後半では力の差が出たと思います。来年以降もこの調子で、好調を継続していただきたいですね。あとは日本シリーズがどうなるかです。というかその前に、CS 買ってくださいよ。ローズ先生様、高額投げ銭ありがとうございます。レイヤーさん、阪神タイガース、セリーグ優勝おめでとうございます。いつも野球ネタなので、たまには違う話題を、と思いましたが、こんなおめでたい日に、お祝いメッセージを送れてとても嬉しいです。今年は、タイガースファンでは全くない私ですが、実は、今年7月に亡くなった、横田慎太郎さんのことが頭にあり、優勝をとても感慨深く受け止めています。横田さんは、私の娘と同い年、そして彼が引退試合を行った日が、娘の誕生日と同じ日だったこともあり、まずは娘が彼に関心を持ちました。よく目が見えない状態で、本当に最後の最後に、外野から行った、奇跡のバックホームがドラマとなり、私もそれを見て彼のファンに、引退後は、元タイガースの大御所、川藤幸三さんの YouTube 動画の、プロデューサーとしても関わってくれて、彼の実力で素直で、なのにどこか抜けている天然ぶりも手伝って、本当に彼が大好きになっていました。脳腫瘍の転移、再発で今年、帰らぬ人となってしまいましたが、彼が誰よりも成し遂げたかった、優勝というものを、今年、こんなに早くにタイガースが叶えてくれて、日本ハムファンの私でさえ、感無量です。改めて本当におめでとうございました。優勝した時、横田のユニフォームを掲げている選手がいましたね。あれはいろいろな思い出がフラッシュバックして泣けてきました。横田といえば金本監督の1年目1番高山2番横田の開幕戦あの年は良かったですね。今後に期待を持たせる一年でした。高山横田が今後のタイガースの1、2番を担っていくのだろう
そんな風に思わせる出だしでした。あれが2016年の開幕戦の出来事、もう今から7年前ですか。時が経つのは早いですね。横田は体調面で仕方ないとして、高山はどこ行ったんだよ高山は。あいつずっと行方不明ですけど、生きてるんでしょうか。高山は1年目がキャリアハイになりそうで、悲しいですね。あいつは将来中軸を打つだろうな、と思っていたのですが、とんだ見当違いでした。横田は2016年しか、一軍の公式戦に出場していなくて、確か打席数も100ぐらいだったのですが、それでもかなり鮮烈に印象に残っている選手です。浅いフライで無理にタッチアップしようとして、二塁で刺されていたのも、今となっては良い思い出です。横田の話をしてると、泣きそうになるんよね。脳腫瘍がなければあるいは、もっとプロで活躍できてたんじゃないかとか、今でも色々考えてしまいます。まあでもこうして、今でも横田のことを覚えていてくれて、話題に出してくれる人がいれば、横田も少しは報われるのではないでしょうか。彼の生き様は、私の胸に刻まれています。山野和夫様、高額投げ銭ありがとうございます。はじめましてです。あそこがあれして、気分いいから落ちてします。ありがとうなす。いやもう最高や、たまらねえぜ。去年までの阪神とはまるで別のチームのようです。阪神タイガースといえば、ペナントレースの最も重要な夏から秋にかけて、毎年脱粉することで、知られていますから、もうリーグ優勝は果たしたので、あとは日本シリーズですね。ちゃんと CS を勝ち上がって、33の4を回避してくれれば、日本シリーズで負けても特に文句はありません。今年は本当に夢のようなシーズンでした。CS でその揺り戻しが来ないことを、祈るばかりでございます。松本の花様、ありがとうございます。レイヤー様こんばんは、改めて阪神優勝おめでとうございます。今年の流行語大賞はあれになりそうですね。私も応援動画を作ったりしたので、少しは貢献できたでしょうか。阪神に有利なデータだけを集めた動画を投稿するうちに、私もなんだかいけそうな気になったので、視聴回数的に30人くらいの阪神ファンの方を、勇気づけられたのではないかなと思います。ネットで視聴回数30回と聞くと、大したことないという人もいるかもしれませんが、現実世界で30人に話を聞いてもらおうと思ったら、かなり大変ですから、ネットだと相手の顔が見えないので、その辺の感覚が、結構麻痺しがちなんですよね。私も今は堀口くんブーストもあって、再生回数数万回が普通になっていますが、これは当たり前のことではありません。再生回数がいくつでも、動画を見てくれている人に対する感謝の気持ちは、忘れずにいたいものです。そして、応援動画で言っていた通りの展開になったので、ちょっと気持ちよかったです。エターナルでアステルサーバーを、制した時もそうでしたが、情熱に任せてまず動いてみることって、結構大事だな、と改めて思いました。それでは、またね。確かにまずはやってみることが大切ですね。なんか違うなと思ったり、これは向いてないなと思ったら、すぐにやめれば良いだけの話です。YouTube にしたって、YouTube 始めたら伸びるかな、と聞いてくる人がいる一方で、もう聞く前に動画投稿を始めている人もいますから、YouTube やろうかな、と思う人は結構いるのですが、実際に動画投稿を始める人は、その中のほんのごく一部です。動画を一本も投稿していないと、成功する確率は完全にゼロです。しかしとりあえず行動するだけで、成功する確率がゼロではなくなるので、何でも行動することが大切です。このチャンネルにしたって、思いつきから始めたチャンネルが、たまたまバズってここまで来ましたので、チャンネルがどう転ぶかは、誰にもわかりません。ユリの間に挟まる男を狩る死神様、ありがとうございます。334。頭が、レイヤくんちゃんさんこんにちは、阪神優勝って聞いたので初お伏せします。野球ほとんどわかんないんだけど、阪神優勝って何年ぶり、というわけで道頓堀に飛び込んだ、レイヤと小林の本待ってます。お伏せらしい、キモい文章書けなくてごめんね。いや、キモい文章書かなくてもいいんですよ別に、むしろ書かないでください。白神、阪神の優勝は、確か18年ぶりでしたっけ ?2005 年以来ですもんね。モロチン、大変おめでたいことです。しかしこの18年間、一体何やってたんだよと、声を大にして言いたいです。まあでも若い選手も出てきてますし、投手力もありますし、普通に良いチームになっていますね。少し前は阪神もオリックスも、両方ともパッとしなかったんですけれども、まさかこの2チームが頭一つ抜けて、リーグ優勝を果たすとは、わからないものです。天竜様、ありがとうございます。ついついしん、黒すみれ様も、レイヤーさんを擦るために、参加させられました。困惑。じゃあ黒すみれ様のページだけ、18禁にしてもらっても大丈夫ですよ。もろちん冗談ですよ。ジジケイたちの健全本、一体どんな感じになるのでしょうか。無料配布ということで、皆様も読むことができますので、ぜひお楽しみに。漫画だと、1キャラ書くだけでも大変ですけど、私が DL サイトで売ってるような小説とかだと、他のジジケイの方々を登場させるというのは、比較的楽にできます。ただし18禁だと、誰も参加しないでしょうから、全年齢向けで、ジジケイから参加者を募って、小説を書くとかも、面白そうですね。近
福ちゃんかわいい様、高額投げ銭ありがとうございます。ヌッキーマウスより、いつも動画を拝見させていただいております。少しばかりですがお伏せさせていただきます。お納めください。今年、日本シリーズが阪神対オリックスで実現したら、関西は盛り上がるでしょうね。実現しましたね。オリックス強すぎでしょ。現時点で2位と 17.5 ゲーム差はやばい。あまりにも強すぎます。吉田正尚いなくても、全然強いですね。特に先発の山本が異次元です。先発ピッチャーで、規定投球回に到達してて、防御率 1.26 はやばすぎでしょ。今年の秋は、関西が盛り上がりそうです。素晴らしいですね。関西に住んでいる者としては一つの願いですから、もしそうなったらチケットの予約は、関西圏では争奪戦になるのは必至。レイヤー様は当然全試合予約入れますよね。どちらの球場に行くにしても便利だと思いますから。私は CS や日本シリーズは、基本的にチケットを取らずに、家で見ます。そもそも試合自体が流れるかもしれませんし、流れたら面倒ってのもありますし、基本的には家でゆっくり見たい派ですね。コロナ前はちょくちょく現地観戦していたんですが、コロナ以降は、ほとんど現地観戦に行かなくなってしまいました。何回行かない習慣がついちゃうと、なかなか行く気にならないんですよね。家で酒飲みながら見る野球も、なかなかいいですよ。それでは、お約束の下ネタに行きたいと思います。ちょうど S のレイヤー様の顔を思い浮かべながら、まるまる、ドギュ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 。今日のレイヤーはすごく良かったよ。はぁ、満足。それでは、またの、さらばじゃ、しばくぞ。話の途中で、いきなり絶叫しないでください。警察を呼びますよ。こんなもん、わいせつ物陳列罪以外の何者でもないだろ。いい加減にしろ。というわけで君は懲役いくいく年です。七死の変態様、ありがとうございます。レイヤーさんの広告見て、極上蜂蜜紅茶を買ってみました。紅茶の香りと蜂蜜の甘さのバランスが良く、飲みやすかったです。なお、おすすめリストに1箱のものがなかったので、リスト外で購入しました。紅茶買っていただきありがとうございます。大丈夫ですよ。リンクを踏んだ後、確か24時間以内であれば、別の商品を購入しても私の報酬になりますので、私は砂糖を入れてかき混ぜることすら、面倒くさがるタイプの人間なので、最初から甘いのは助かります。香りも良いですし、あれ飲むと落ち着きますわ。お布施らしいメッセージじゃなくてごめんなさい。レイヤーちゃんペロペロ。いや、男の子をペロペロしないでください。こいつすげえ変態だぜ。男の子をペロペロとか言うと、完全に〇〇〇をペロペロしているようにしか。いやすみません。何でもありません。男の子っていう公式設定、今更ですけど、なかったことにできないですかね。なぜあんなアンケートをしてしまったのか、今でも後悔しております。っていうかレイヤーが男の子ってこと、多分知らずに見ている方々も、結構いるんじゃないでしょうか。匿名様、ありがとうございます。小林の怒り復活ライブで言ってましたが、小林 T が、お布施使って、コメント集めようと企んでました。レイヤーの商法パクろうとしてます。パクリとして小林を訴えましょう。なんだと？小林 T、お前だけは絶対に許さない。というのは、もろもろちんちん冗談です。そういえばヘナチョコ様も、お布施やるかも。っておっしゃってましたね。YouTuber にどんどん広がる。お布施のは、とりあえずお布施やっておけば、駆け出しのチャンネルでも結構もらえていますから、小林様やヘナチョコ様なら、毎月結構な金額をもらえるのではないでしょうか。ヘナチョコ様の場合は、お布施が下ネタまみれにならないか、心配ですね。まあいざという時は、画像でスクショして、黒塗りにすれば問題ありません。小林 T はどんな感じになるんでしょうか。ちょっと想像がつかないです。闇属性の森の熊さん様、ありがとうございます。阪神ついに優勝しましたね。おめでとうございます。ということで、ぶっちゅー、ベロ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 。調子に乗るのも、大概にせえよほんま、四つん這いになれよ。あ、チョコレートドーナツ見ました。すごく良かったです。社会を取り巻く差別と偏見にさらされながら、家族とは何か、愛とは何か、いろいろなテーマが詰まった主力の名作でした。もう一本は探したんですが、見当たらなかったです。すみません。ところで、ブレアウィッチは見ないんですか？やつ。チョコレートドーナツ良いですよね。あまり良い終わり方ではないので、終わり方は賛否あるかもしれませんが、かなり印象に残っている映画です。もう一つ紹介したのは、ベストオブメンでしたっけ？少し前はアマプラで視聴可能だったのですが、残念ながら現在では見られなくなっているようですね。残念です。私はホラー見ないんですよ。何が面白いのか正直よくわからないですね。サスペンスとかならまだ良いんですが、堀口秀俊くんの騒動は、下手な映画を見るよりも面白いと思います。頭おかしなるで。お姉さん様、ありがとうございます。え、レイヤ君の息子、着脱式なの。じゃあ自分の息子で確定できちゃうって、こと。その発想はなかった。すみません、着脱式の話は忘れてください。外した瞬間消える、という感じでお願いします。なのでセルフ確定はできません。いや、だから、できねえつってんだろうが、やめてください。何をするんですか。ちょ、やめ、トネリコ様、ありがとうございます。お久しぶりです。いろいろあって胃腸がやられて寝込んでいる間に、ピクシブの例のあの人がまた、健常者差別がテーマだと主張して、こちらをやゆあるいは悪者にしたくてたまらないようでしたので、ノートにマガジンとしてまとめることにしました。今度からはピクシブではなく、
こちらで反論していくので、見守っていただけたら嬉しいです。URL、せっかくポケモンスカーレットで、ミロカロスちゃんをお迎えしたのに、いい気分が台無しです。いい加減にしつこいんですよね、あの方。相変わらず言ってることがめちゃくちゃで、草も生えませんね。見たところ、明らかに会話が成立しない相手です。話し合いによる解決は不可能でしょう。こういう変な人と、直接会話をしたところで、話が通じないばかりか、こっちがストレス溜まるだけです。できるだけ直接会話をするのは、避けた方が得策でしょう。今のとねりこ様のように、直接会話せずに、その人がいかにヤバいのかを、周囲に適切に伝えることが大切です。こういう人間は、ごく少数の割合で、どんなところにも一定数います。どこに行ってもこういうのと遭遇する確率はあります。それなら、自分で防御力を高めて、自衛するしかありません。自分が不快に思う基準を引き上げて、少々のことでは腹を立てないようにして、心の健康を保つしかないです。私はもう、こういうタイプの人間を見ても、何も感じなくなってしまいました。こういう人間相手に、腹を立てること自体が非生産的なので、皆様わざわざ外部サイトでの投げ銭と楽しいメッセージを本当にありがとうございました。最後に自前の広告が流れます。最高に美味しい、白ワインを紹介します。北海道ワイン、小樽ナイアガラ、甘くてかなり飲みやすいです。まるで高級な、ぶどうジュースのような感じで、ごくごく飲めちゃいます。ワインにしては、かなり甘いので、ワインは苦くて飲めない、という方でも全然飲めますよ。レイヤが一番好きなワインです。ぜひ一度飲んでみてください。美味しくてどんどん飲んでしまうので、つい飲みすぎてしまうことが唯一の難点でしょうか。購入は、コメント欄のリンクからどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。